自分の曲を侵害します。そっか、分からへん、 AI は分からへんってことか。マジか、どうしよう、これ曲流されへんやん、これ。まあ、いっか。はい、ということで、7月の30日ですね。大阪の天王寺、天芝というね、ところで、フリーライブをさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、フリーライブね、久々のこう皆さんと会える野外ライブというか、そのフリーライブなんですけども、ちょっとね、嬉しいことなんですけど、ちょっとだけ皆さんにお願いがありまして、着席を、天芝なんで芝生なんで着席をしてもらうっていうのと、今回プレゼントの受け渡しもちょっと禁止になってて、いろいろと、これも本当にこのフリーライブを開催させていただくっていうのにすごいいろんな時間といろんな方の力が関わってましてっていうか、そうだから皆さんと一緒に、皆さんの ご協力でいいライブにしたいと思うので、それだけちょっと守っていただき、また時間とか、タイムスケジュールのはね、ちょっとまたお伝えしたいと思うんですけども、それだけちょっと守って最高のライブにしたいと思うので、ぜひ皆さん、夏休みピークで本当に大事な夏の時間をなんですけども、よかったらぜひ遊びに来てほしいなと思います。はい、本当にちょっと僕もめちゃくちゃ嬉しくて、大阪はそうですね、半年ぶりぐらいかな、半年ぶり、大阪の最後の路上ライブぶりぐらいなんで、今週の、30日ですね、ぜひ天王寺にちょっとでも用があるよっていう人はちょっと覗いていって、はい、くれたらいいなと思います。本当にメジャーデビューして路上をやめて、久々のこうやってみんなの前でライブさせてもらうんですけど、本当に楽しみで、なんか僕からのありがとうのプレゼントじゃないです、プレゼントって言ったらあれですけど、フリーで誰でも来れるようなライブをしたいなっていう話でさせてもらいます。本当にあかん、またフリーで止められるわ。その本当にマナーを守って、暑いしね、熱中症も暑いし、熱中症も暑いですが、8月暑いからもうね、ちゃんと来る方は水分補給を持ってきて、係の方の指示に従って、ちゃんとみんなでちゃんとした、ライブにしたいと思います。はい、めちゃくちゃ楽しみです、僕も本当に。あ、これ書いておいた方がいいね。7月30日待って、フリーライブ開催決定、開催決定、天王寺天芝
天芝、天芝ってどういう字？天芝、これやっけ。はい、7月30日、フリーライブ、今日何日？ 26?27、28、29、30、4日後ですね、大阪の方、関西の方、お時間ある方はぜひ見に来てください。時間は多分昼ぐらい、昼から夕方にかけてだと思うんで、また時間は告知させていただきますね。え、楽しみっすね、マジで。ほんと楽しみ。日本ジムくんも一緒、日本ジムもバック DJ として来ます。もう寝れなすぎて、楽しみすぎて、あれちゃんと寝てきてくださいね、熱中症が怖いから。僕もいっぱい寝ていきます。こんばんは。配信はね、おそらくないと思います。現地に来た方にだけというね。ツイッター4時半って書いてました。すいません。4時半から、天王寺で、あれがあります。フリーライブしますので、ぜひ皆さんよかったら、足を運んでください。あと、拡散お願いします。この切り取りとか、切り抜きとかで、よかったら、フリーライブ、来てください。もう気になって、ツイッターは10、はい、18時半に、あ、違った、16時半ですね。天芝の方からスタートするんで、来てください。福岡ね、もう福岡も行きたいですね。ゆうきくん、安藤ゆうき、安藤ゆうき、あ、これユニークがあかんのか。ホリデーソングとか言ったらいけんじゃん、ね、はい、16時半から天芝でフリーライブなので、よかったら皆さん来てください。うん、座るのは正座ですか。え、なんでやねん、なんで正座で見なあかんねん。全然体操座りでもあぐらでも正座でも全然大丈夫ですよ。その座り方の指定ないです。天芝はびっくりするぐらい日陰がないからめっちゃ暑いんで、そうですね。でも4時やから、もうちょっとピーク過ぎたぐらいやから、皆さん水分補給だけは必ず持ってきてください。うん、前の日は必ず寝てください。お願いします。関東来て、関東行きたいです、マジで。どこでもドア売ってませんか。いや、知らないです。ドキドキ、バクバク。楽しみ。皆さんよかったら来てください、本当に。アノくん、前からずっと生で見たいと思ってたんで、よかったら来てください。来てください。逆に立ち見でもいいんですけど。いや、わかんない。ちょっとまだそこに関してはわかんないんですけど、楽しみ。久々の。はい、ということで、もうちょっとしたら TikTok ライブの方に移ります。はい、他にルールは、また詳しいルールはまたルールっていうか、はい、そんななんかルールはないと思うんですけど、でもやっぱりプレゼントとかの受け取りができないので、今回はプレゼントは気持ちだけで受け取らせていただきます。どういうこと？何ぐらい入れますか？天使バランで
芝生です、外、うん、外です。子供を連れてってもちろん、もちろんです。日傘あり、日傘はないとダメ、ないというか日傘はいいんじゃないですか。あ、でも邪魔にならんかったら、まあちっちゃい、まあ、こんぐらいの膝が、日傘やったらいいんじゃないですか。うちの子アーロンの真似してメッシュ、嬉しい、メッシュすごい、メッシュメッシュ、なんか跳ねてるな。プレゼントに黄色い声届けます、お願いします、お願いします、ぜひ。はい、ということで、あの4月の30日フリーライブ開催させていただくので、よかったら大阪の人、関西の人、関西に旅行に来てるよーって方、お時間のある方、ぜひ天芝で、楽しいライブにするので、よかったら皆さん来てください。はい、ということでアロンの配信でした。今から TikTok ライブの方に行くので、よかったら皆さん TikTok ライブに来てください。アロンでした、ありがとう。4月30日待ってます。バイバイ、楽しみ。これだよ。